皆さんこんにちは。こんばんは。国民チャンネルのショーが、今日はガソリン価格についてのお話をさせていただきます。よろしくお願いします。まあ、日本のね。ガソリン価格まあ、だんだん上がってきてますよね。来週月曜日からまた上がるまあ、月曜日になると上がりますよね。また、あ、いこのまんま、結構な形で上がっていくと思いますよ。まあ、あの予言とか予告ではないですよ。あの計算に基づいてまあ、どれぐらい上がるかということです。けども、2023年？ まあ2月ですね2月の中旬あたりまでに、まあ、日本のガソリン価格、このままいくと、まあ、政府の補助金が、まあ、撤廃されるでしょう、それもね、でも二220円、まあ、あの安いところ、高いところあるんでね、平均でということですよ、220円、1リットル、リッター220円、まあ、レギュラーガソリン価格ということになりますね、まあ、なるでしょうね。で、4月ですね。 二ヶ月後、2023年4月、300円。レギュラーガソリン、リッター1リットル、300円になると思います。まあ多分なるでしょう、これは。なんでそんなことを言ってるかっていうと、まあ根拠も何もなくてね、言ってるわけではないです。まあ、実際、その、まあ日本の国内のね、こう要素だけとか、 そういうのしか見てないと、うわーガソリン上がったな、ガソリン上がったなって言って、何やってんだ、政府はとかね。まあそういうふうに言う人多いと思うんですよ。いや、それどころではないですよ。世界に目を向けないといけないと思いますね。まずあの、イギリス、ね、私あのイギリスにね、まあ行ったり来たりしていて、この間まで言いましたけれども、ガソリン価格320円、リッター320円なんですよ。 高いでですすよね320円ですよいや、だからね、あの、車に乗ってる人が車にあまり乗らなくなった。スーパーに毎週買い物にね、行ってた人が、1ヶ月に1回とかね、まあ、少なくとも2週間に1回とかにしましたね、半分。まあ、本当に大変です。あと、乗り合いですよね。あの、近所の人と、大きな車持ってる人、 にガソリン代を渡して4人で行くとかね、まあ、そういう風になってきています。でこれはのイギリスに限ったことではないですね。まあ、欧米を中心にしてガソリン価格どんどん上がっています。今、アメリカで1ガロン5ドル、ね、1ガロン、まあ、3.8リットルですね、約ね。5ドル、まああの、ドル円が150円だとすると750円。ということで、 まあ、リッター200円ですね。アメリカでリッター200円。まあまあ,あの、アメリカって差があるんですよね。あの、ニューヨークとかロサンゼルスですね、主にね。まあその、その、人口を多く抱えている都市は、リッター200円になってい,いるということですね。あの、ヨーロッパはそれぞれちょっとあの言ってみましょうか。イタリアが今、リッター300円。ギリシャ、リッター0 0円。 リッター350円。ちょっとギリシャ高いですよね。あとドイツですね。リッター270円。フィンランドは390円。フィンランド高いですね。390円。ノルウェー370円。ブルガリアリッター240円ということなんですね。で、びっくりするのは、まあヨーロッパではないですけど、香港。今リッター625円。 うこれ世界で一番高いですね。リッター625円ですよ。高すぎますよね。車に乗れないんですよ。リッター625円って。え、だってあの、アメ車とか100リッターとか入るんですよね、ガソリンタンクね。私、あの、昔乗ってましたけど、私の乗ってたの、えっ、ー、と、110リッターだったかな入るんですよ、タンク。 ということは、まあ、100リットル入れたとすると、62,500円ですもんね。一回の給油で、一回ガソリン入れたら62,500円払うんですよ。いやいや、そーりびっくりしますよ。なんかこう、家賃、なんかあの、一回給油したら家賃払ってるような状態じゃないですか。家のローン。月々の家のローンか家賃を一回の給油で払う。 形になるんですよこれってびっくりですよね、高すぎますよね。で、なんでまあこんな高くなっているのかという、まあ、原因、理由ですよね。あのー、まずですね、まあ、フランスなんかはそうなんですけど、あのストライキをしてるんですよ。今、物価がいろいろ上がってるじゃないですか、全部。で、給料でやっていけないので、ストライキを起こしてしまって、フランスなんか、 ガソリンスタンドが全部閉鎖してるんですよ。だからガソリンが、その今みたいにね、香港で625円払えば、まあ入れられるんですけど、これフランスなんかね、入れらんないんですよ、もん。ガソリンスタンドやってないですから。で、この何週間にもわたってずっと閉鎖です。だからどこにも行けないんですよ、もん。ガソリンなくなったら。本当ですよ。全然もう身動き取れないんですよ。でもう大変なことになってますよね。あと、あの、まあ理由の原因ですけど、 もうそういう形で、要するにコストがかかるんですよ。あの原油の価格は下がったりしてるんですよ。だけど、その天然ガスもそうですけど、運んでくるコスト、労働運賃、ありますよね、労働賃金。あのそれがまあ安いので、その労働する人がいなくなっちゃってるとか、あと、重油の価格が高すぎて、こう運搬する人たちが、 あの上からは安くしろって言われてね、であの、まあ、ガソリンスタンドの方からも、いや、高いよ、高いよって言われて、サンドイッチになってるわけですよ、真ん中の商社とか業者はね。で、やってらんないよってことになってるんですよ。いやいや、だって、いや、本当、あの重油のディーゼルの価格とか高いので、タンカーで運んでくるにしても、そのタンカーのチャーター料とか、そのまあ、重油代ですよね、それ、すっごいんですよ。 あと、まあ、人を雇うにしても、今、なかなか安い値段で雇えないんで、高い値段、給料を出さないといけないんですよ。で、そこら辺の人を捕まえてきて、タンカーにね、あの、あの、船員として乗せるわけにいかないんですよ。あの、タンカーとか、まあ、天然ガスの LNG タンカーもそうですけど、ある程度の技術とか、それを身につけてないといけないんですよね、全員。要するに、消火するとかね、あの、火災が起きた時に。 だそういうのって、こう、もう、ちゃんと訓練した人じゃないといけない。まあ、慣れて、あと、慣れてる人。ずっと乗ってる人とかね。そう,いう人じゃないと雇いたがらないんですよ。そこら辺の人だと何の役にも立たなくて、ただ乗ってるだけなんで、意味ないですから。だから、高いんですよ。奪い合いになっていてね、そういう人が。ということで、コストがものすごい上がってます。だから、原油価格はそうでもないかもしれないです。あの、天然ガスも同じですよ。天然ガスの、 まあ先物とかね、その元の価格は、まあ下がったりそうでもないじゃないですか。今現在ね。だけど、末端の価格は、もうコストがかかりすぎてしまって、ものすごい値段、あの、高くなってるんですよ。んかガソリンがね、このまま下がるってことはね、ないですよ。要するにインフレなんで、もういろんなことでコストがかかり続けてるので、ガソリン価格はそれを巻き込みながら末端に行くんですよ。 で、末端価格が上昇するんですね。だからもう、インフレの最たるものってことなんですよ。ガソリン価格って。だからインフレを一番先に敏感に感じ取って上がっていくんですよ。ということで、間違いなく、日本、2023年2月220円超え、間違いなくなります。これは。いやー、厳しいですよ。本当にね。そうすると、 まあ、クレヌクヤマトとかね、そういう運送関係の、まあ、運んでいく運賃とかね、まあ、いろんなものを、まあ、ビニール関係とか、まあ、そういう石油製品、すべて上がっていくということになるわけですよね。輸入コストが高くなるんでね、すべてどんどん上がっていくということになります。まあ、灯油、あの、だから灯油そうです。あの、あ、そうそう、イギリスで灯油費とか20リットル5200円ですからね、今ね。 5200円なんですよ。20リットル一貫。暖房で、向こうにもあるんですけどね。暖房器具で石油使うもの。いうね。だから5200円だから、あの、もう、もうみんな、ええー、ってなってて、使えないですよね。本当に。あんまり買わないですよ、だから。あん買ってる人見たことない。まあ、売ってますけどね。5200円で一貫。まあ、手出さないですよね。ということで、日本もそうなるんですよ。 だから、灯油1貫5200円とか、だんだんなっていくわけですよ、これから。日本もね。いやー、大変なことが起きると思います。準備してくださいよ。用意、大事ですよ。具体的に考えて、具体的に実行して用意しないと間に合わないですよ、これはね。頑張ってください。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。